8月11日は、グレゴリオ歴で年始から223日目にあたり、年末まで、あと142日ある。長期歴の始まりの日。左画像は、ジャパデコルソ石碑2号、右画像は、ラモハーラ石碑1号発のコンクラーベにより、アレクサンデル6世が、ローマ教皇に選出。右画像はこの時、以来コンクラーベの場となっている。 システィーナ礼拝堂をバイマル憲法を制定。社会権保障を考慮する現代的な憲法であった。8月14日、甲府ソ連の T-35 重戦車正式化、超古本事件の停戦成立。画像は、ロシアの記念碑と、勲章パキスタンの国旗制定ヨルダンで、タラール一世が敗され、フセイン一世が即位ロサンゼルスで、人種差別を背景にした。 ワッツ暴動発生ウサーマビンラーディン、アルカアイダを結成日本の潜水調査船深海6500、試験選考にて最大震度6527メートルを達成1999年8月11日の日食。右画像はこれを記念したルーマニアの2000励撮廃開し、宝井企画誕生。作家吉川英治。代表作、宮本武蔵作曲家。 古関有二維新の三欠の一人、政治家、木戸孝義誕生病理学者クリスティアーニー・エークマン。格気の原因を、食生活と特定し、抗新経営ビタミンを発見パキスタン第10代、大統領、パルベーズムシャラフ・ハンガリーの英雄、フニャディアーノシュ・キリスト教の聖人、アッシジノ・キアラ・ボツ哲学者、ニコラウス・クザーヌス画家、ハンスメム・リンクボツ。画像は、 地上の巨栄と神の救済のトリプティック数学者、ペドロ・ヌネシュ・ボツ。頭角広報など、公開術に貢献がカラビニア・フォンターナ・ボツ。左画像は、自画像、右は、服を着るミネルバ実業家、鋼鉄王、アンドリュー・カーネギー・ボツ・チャドの一社流川マオの女性たち、チャドの独立記念日三国花火大会2013。ありがとうございます。